はい、今日は、PSB を、培養していこうかなと、思ってます。で、この PSB なんですけど、まあ、半年ぶりぐらいに培養します。で、この今映ってる PSB は、半年前ぐらいから培養したもので、かなり、濃いものとなってます。で、今回は、2リットルを、もともと PSB2 リットルのやつを使って、培養してたんですけど、まあ、今合計4リットルを次は8リットルに、増やそうと思ってます。まあ、3分の1 PSB の元が、3分の1やれば、培養できると、言われてますけど、まあ、そこまで焦って作る必要もないので、自分は、まあ、確実に作れる量、半分の、元となる、PSB を使って、培養していこうと思ってます。で、まず、やらないといけないっていうのが、こういった、使い終わった、ペットボトルを、まあ、しっかり洗って、まあ、余計な菌が、入らないように、してあげないといけないですね。PSB は、余計な菌が発生すると、まあ、失敗すると言われてますので、まあ、よく洗って、培養していくことが、大切かなと、思います。まあ、PSB ですね、普段うちはこれを使ってるんですけど、まあ、そろそろ、まあ、市販のやつを卒業して、培養してるやつを、順次、使っていこうかなと思ってます。まあ、この市販のシマテックの、PSB、だいたい500円ちょっとするかな。なので、まあ、これがね、節約できれば、十分、ありがたい、ところになるかなと思います。でね、やっぱり、匂いは、臭いです。臭いので、ちょっと、手袋とか、匂いが気になる方は手袋をね、はめてから、装着してから、やった方がいいかもしれないですね。匂いがすぐ手につきます。で、石鹸で洗っても匂い取れませんので、まあ、本当に匂いが気になる方は、手袋をした方がいいかなと思います。まあ、PSB はもともと、このシマテックのやつを、ずっと使ってました。メダカ飼育始めてからじゃないですけど、まあ、それ以前に、アクアリウムを、始めた時から、使ってました。なので一番最初に買ったのは20数年前かなに初めて熱帯魚を買った時に、自分は PSB を、使ってました。まあ、その PSB ですね、光合成細菌ですねは、まあ、熱帯魚でもそうなんですけど、まあ、ちょっと弱った子がいたりとかしたら、まあ、入れてあげると、まあ、回復しやすいとか、言われてましたので、自分は、結構愛用してましたね。週に1回ぐらいですね、前は、水草の水槽で、使ってました。まあ、最近も使ってますね。水草の水槽では、使ってます。でもメダカには実は使ってないんですよね。なので、まあ、効果は十分、分かってるんですけど、まあ、もうちょっとね、培養 して、増やして、定期的に、まあ、稚魚とか、与えたら成長につながりやすいとも言われてますし、まあ、弱った子とかでもね、なかなか餌を食わなくなったぐらい弱った子でも、エラからね、菌が入って、まあ、体調が戻りやすいとかも言われてますし、まあ、なんなら、皮膚からね、吸収されるとも言われてますので、まあ、今後ともね、愛用していきたいかなと思ってますので、どんどん、増やしていこうかなと思います。まあ、作る際に、気をつけたいところとしては、空気が入らないことが大切だと、言われてますね。
検機制でしたっけ、まあ、PSB の細菌は、まあ、酸素が、嫌いな、バクテリアと言われてますので、細菌と言われてますので、まあ空気が入らないようにしてあげることが、まあ、培養の、秘訣というかコツと、言われてますね。なので空気が入ると、失敗しやすいと言われてますので、まあ、ギリギリまで入れて、空気が入らないように、してあげないといけないですね。まあ、水は、カルキを抜いてないですね。カルキを抜いた水を使ってます。で、今回はエビオス錠を、使おうと思うんですけど、500ml に対して、2錠だったかな。けど今回ちょっとね、数が足りないんで大丈夫かなと思いつつ、まあ、ちょっと、まあ、実験がてらね、エビオス錠の、数が、だいたい6個ぐらいになってしまってるのかな。それでも培養できるかっていったところを見ていきたいなと思います。で、もし、培養途中で怪しいなと思ったら、追いエビオス、まあ、途中でねエビオスを足してあげることもできますので、まあ、日々ね、様子を見ていきたいなと思います。なので今回は6個ずつだったかな、しか入ってないので、まあ、ちょっと不安はありますけど、様子を見ていきたいなと思います。まあ、実は、種水を買った時に、つけてくれてた、エビオスの残りですね、こいつら、これがね、なので足りなかったので、この後、まあ、ちゃんと初めてエビオス錠を買いに行きました。で、空気が入らないようにペットボトルの間をね、押し込んであげて表面ギリギリまでして、蓋をしてあげるといったところですね。まあ、こうすれば、開けた時にエビオス、あのエビオスじゃない、PSB がね溢れないようになりますので、まあ、こうやってグッと押し付けて、で蓋をする。で、開けた時に、まあ、こぼれないようになりますので、まあ、自分はこのやり方で、培養をしてます。まあ、今こぼれたんで、まあ、この後ね手が本当に臭くなりましたね。まあ、石鹸で洗っても、取れないので、1日 PSB の匂いが手についてました。で、あとはこうやって、振ってあげて、エビオス錠を溶かしていくことが大切ですね。で、こうやって、これをねできるだけ毎日、振ってあげることが、成功の、鍵になるところになります。はい、こんな感じで、培養の準備は完了ですね。あとは、外で、培養していこうかなと思います。夏はね日差しが強いので、できやすいので、やっていこうと思います。はい、今日の動画は、PSB の、簡単な、培養方法ですね、まあ、誰でもできる、培養方法の、紹介となりました。ご視聴ありがとうございました。